吉田さんこんにちは。昨日ねちょっと用事がありましてしっかりと仕事させてもらいました。で今日帰ってきてね、早速吉田さんの動画見ながらこう 0.01 ですか、やっぱ共感するとこいいなと思ったんですけども、私の自己否定論もまさにこの 0.01 に似たような形なんですよ。何かをやりきった時にもうちょっとなんかできんじゃないかなとか、筋トレしてる時でも腕は疲れた、でも首は鍛えられないかな、首も疲れた、でも足は鍛えられないかな、全部疲れた、でも機材の整備はできないかなみたいな感じで、何か1ミリでもできることを探すんですよね。おそらく終わった途端に終わる人っているんですよ。私終わった後にどのぐらい差がつけられるかなっていつもねこうやって横目で見てるんですよね。いやらしいタイプでしょ。ですんで体育の時間に腕立て伏せ20回みたいなのがあるんですよ。あったんですよ、中学の時とかね。腕立て伏せではなくて、私はまあ当時空手もやってたんで剣立てをするんですよね。で20回用意始めの前にもう1回やっとくんですよね。で終わるのは20回目、だから私だけ21回、これ 5% 増しで他と差をつけようかなと思ってたりね、まあ、そういうことを考えたりとか、まあ、お仕事が終わった時でも自分だけちょっと残って出し抜いてね、ちょびっとだけやっとこうかなとかね、なんか飲み会でも2次会解散って言っても3次会に行く先輩いないかなみたいなね、そこについていくとかね、ちょびっとだけ他の人と枠を超えたことをするというね、まあそういう形ですかね、私の場合は。だからヘトヘトでもこれ以上できないよっていうところからちょびっとだけね、半歩でも前に進んでいくってことでコツ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 差をつけたいな、もしくは差を縮めたいなと思ってたのが私の姿かなと思うんですよ。ですんで、例のねなんとかビジネス塾に私参加した時、2013年ですけどね、それ入った時でも他の人がやる、だけども私はプラスアルファなんか他のことできないかなと思ったわけですよね。最初のカリキュラムで確か自己アフィリエイトがあったと思うんですけども、自己アフィリエイトをやりながらすでに人を募集してね、で人に教えるみたいな感じで最初の1ヶ月目の、まあ、合同集会みたいなんで東京行きましたけども、すでに私は人に教えてますみたいな、ね、成果を出してますみたいなところからスタートだったんじゃないかなと思うんですよ。まあそういう風にしながらね、やっぱレースっていうのはイストリーゲームみたいなもんで誰かが座れなくなるんですよね、この資本主義っていうのは。で時には椅子をなんか偽造する人もいたりとかね、あっちに居座るよって言って嘘を教える人もいる、それも全部込みで勝負だと思うんですよ。ですんで世の中に情報はあるけれども、その情報を選んだ自分の責任、そしてその嘘を見抜けなかった責任で、本当だったんだけどもその情報が扱えなかった自分の力量のなさ、全部が自己完結するもんだなと思って、やっぱね自分の人生のレール道の中に全てが含まれてる、そんな気はしますよね。だからそれをどういうふうにね自己満足というか自己納得するかなのかなと思います。まあ少しでもね差をつけたければ、少しでも差をつけるしかない、ただこれだけですよね。で私はYouTube で動画をバーッと作る中で、ある一定のレベルで1億円っていうのに行ったわけですけども、多分ね当時よりも私がやってる時よりも状況は有利なような気がするんですよね。なぜなら少なくとも YouTube を通じて1000万5000万1億円って稼いでる前例がいっぱいあるんですよ。金の盾銀の盾っていうのもあるんですよ。いくらぐらいやったらどのぐらいになるのかっていう道しるべがあるんですよね。私の時は別になかったわけですから、それこそチャンネル登録2000人とか行った時でも収益化なんてものがなかったんで、ただやってただけですからね。これどうやってこれで稼ぐんだと思ってたのがスタートの時でした。で2015年ぐらいに再生回数1が 0.1 円になるよみたいな広告収入っていうね概念がだんだん広がり始めて、そこで私も認識して収益化してみようかな、いつの間にかもう2000人超えてるしなみたいな感じでポンとやった覚えがありますね。だからね、必ずしも私収益を目指して YouTube をやってたわけではなくて、 YouTube を使って自分のお店、当時やってたお店とかを宣伝しようと思ってたんですよね。でもそのお店が有名にならずに速稼塾の方が売れてしまったというね、なんともまあ自分の求めてるゴールではないところに行ってしまったわけですけども、結局最終的な行く先っていうのは、ビジネスやってるわけですから結果金になるかどうかなんですよね。金になったかどうかですね。もっと今日の時点でどれだけ賢くてもマイナスなら意味がないんですよ。今日の時点でそれこそ毎日が決算ですから、今日の時点でマイナスならどれだけ五択を並べてもどんな人の助言を聞いても聞かなくてもそれが結果だなと思いますよね。それをしっかりと受け止めて、何が足りなかったからマイナスなのか、何が足りたからプラスなのか、この分析をね繰り返すことによって明日明後日し明後日とだんだん見えてくるんじゃないかなと思うんですよ。自分のマイナスはまだいいんだ、将来はプラスになるんだとかね、これは仕方がなかったんだ、天平地位だったんだっていうふうに言ってるうちは
何の力もつかないのかなと、全てを材料にして全てを自分のカードとしてね、勝負手札を切っていかないといけないですからね。でまさに自分の切り札ってやつですか、それを日々打っていかないといけないのかなと思うんですね。いやー、それでね、昨日ねちょっとねいろいろとあったんですけども、大きいのは国家資格が生まれるかもしれないなってやつですね。その国家資格、これが大きな利権になりそうだということで、その利権をちょっとねつけに行ってきたわけなんですよ。これまあ何もなかったら何もないかもしれませんけどもねまあなかなか面白いんじゃないかなと思いますね。確かにありえそうだなみたいなことでございました。ちょっと含みを持たせたまま終わります。いってらっしゃい。